311はもうあれですね、本当にこの言葉が正しいかどうか分かりませんが、青春時代にですね非常に聴いていたバンドの一つで、イメージとしてはもうミクシャーロックの走りのバンドの一つですね。本当に90年代とかにミクシャーバンドが台頭してきた時、黎明期からものすごい人気のあるバンドで、プラスアルファ本当に圧倒的なオリジナリティでレゲエとかパンクとか本当にミックスハイブリッドなですね音楽をやってたというイメージでございます。めちゃめちゃ聴いてたバンドさんの一つであります。311とのダブルヘッドライナーツアーということで見どころ、まあ、我々はね当然間近で見れるということで楽しみにしてるんですけども、なんといっても日本に来るのが14年ぶりなのでね、本当に待ち望んでいたファンの皆様大勢いらっしゃると思いますので、はい、14年ぶりの311の来日みんなで楽しみましょう。そうですね、14年も経てば日本もね変わっちゃったのでね、はい、随分様変わりしたので彼らがどんなところに行ってみたいかとか、はい、一緒にね日本連れ回したいですし、連れ回したいという言葉は良くないかもしれませんけど、あと我々もアメリカにね、一緒に行かせていただきまして、はい、向こうでのねその311のファンと一緒にアメリカ回るのも本当に楽しみにしております。日本のファンの皆様、世界中のファンの皆様、311とマンウィズミッション、ダブルヘッドライナーツアーが日本とアメリカで行われます、はい、14年ぶりの311の熱い最高のライブをですね、マンウィズミッションとともに楽しんでいただければ嬉しいです。会場でお会いしましょう。以上、マンウィズミッションでした。